皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開頑張っていきましょう。この動画はダンス、腕の使い方、腕を出す方向を整理しマスターしていく練習動画となっています。前回の動画実践練習1では上腕の振り方に取り組んでいきました。その先にある前腕までコントロールしていく際に出す方向によってボディコントロールも微妙に変わってきますので、その感覚をつかむためにポジションを限定し指定させていただいた上で取り組んでいきましょう。腕の使い方に悩む人のほとんどは前腕や手のひらからコントロールしていくという意識を持ってしまうことが原因です。大切なボディの部分がおろそかになってしまうという傾向があります。本格的にダンスを上手くなろうとしている人は胸のアップやダウンなどボディの技術に触れない人はいません。ネクストレベルを目指していく際に腕の使い方を考察する時期っていうのが来ると思うんですけれども、意識がボディまでいかずにせっかく練習してきたボディを使わないっていうのはもったいないですよね。本動画では腕の出す方向を指定させていただくことで考えることを少しでも減らす、そしてループして練習を繰り返すことで意識に余裕を持って、その分をボディだったりとかステップに使うための下準備の練習をしていきたいと思っています。どうしていいかわからなくなってしまった時にも悩み解決のために有効的な練習ですし、理解はしているんだけれどもできないという人にとっても意識を広げるための取り組みだと思えば、数をやっていくうちにコントロールができるようになっていくはずです。本動画の腕を出す7ポジションプラス8つのダイアグナルを詳しく解説している動画も別にご用意しています。また腕の使い方シリーズとしてダンス入門者初心者の方が感覚をつかむための練習実践動画8本にわたってお届けしていきます。それぞれの実践編でどんな技術を使っているのかということを解説している動画もご用意していますので、知識の整理のために合わせてご覧ください。さらにダンスにおいての腕の役割だったりとか練習時に意識した方がメリットにつながるということをまとめた特別解説動画もご用意しています。腕の使い方全体像を理解したい方にはおすすめの動画となっています。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスレクチャー動画はもちろんのこと、筋トレやストレッチなど皆様の私生活にもお役に立てる情報をお届けしています。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンも押していただけるととても嬉しいです。やっていることはとても簡単なんですが、その分腕をコントロールするにはボディから肩甲骨からなんだということを忘れないように取り組んでいただきたいです。それでは行きましょう。5、6、7、レッツゴー。それではメニューの流れを解説していきたいと思います。今回の練習の目的としては肩甲骨の可動や上腕と連動させるという前回の実践メニューから派生して、肘から先この前腕部分までをしっかりとその方向に出していこうねという腕の出し方7方向そしてプラスで斜め方向8つを覚えていただき、肩甲骨や上腕と連動させていく練習になっているということを意識してみてください。この中心のリズムに関しては特に意識をしなくてもいいと思います。まずはそこに肩甲骨と連動させて出すっていうことさえ覚えられれば後から応用していけると思いますので、私はかかとでリズムを取ることを中心にやって、あとは自然に動くということをやっています。さあそれでは早速内容に入っていきたいんですけれども、パート自体は7パートあります。それではパート1からやっていきましょう。パート1では開くとクロス、これを繰り返していきます。1カウントです。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、この時に大事になってくるのは肩甲骨を内側にそして外側にということで、
内転外転を使いながら持っていく持っていく、はい、これを連動させるということが大事になってくるよということです。指先に関してはそこまで意識することはないです。肘の先に前腕がついているよ、そして肩甲骨と連動しているよということを考えることが最も重要ということですね。さあ今の感じで進めていきます。パート2です。パート2では上と下の方向を練習していきましょう、はい、これを1カウントずつですので 2、3、4、5、6、7、8、はい、実践動画で私はクロスなんかも入れたりしています、はい、肩甲骨との連動を考えていくと肩甲骨が上がるよね、そして下がる、そしてクロスなんかをするときは上方回旋といって肩甲骨をこのような動きにするとクロスはしやすくなりますので、上げると回旋させる、そして下に下げるなどを意識しながら練習して連動させてみてください。さあそれではパート3です。パート3ではダイアグナル斜めが入ってきます。上から下へ、このように覚えておくといいと思います、はい、上下反対で下上下上下、はい、これだけの動きなんですけれども、このダイアグナル肩甲骨の動き選択肢が出てきます。例えば上に上げた時に肩を上げるという選択肢でもありですし、下げるという選択肢でもありです。回転をさせるということでもOK です、はい、そうすると相性ありますよね。このように下方回旋といってこっちに肩甲骨を持っていくと腕は短く見えますし、長く見せるためには少し遠くに上方に回旋させるようにするとボディも引っ張られて腕がより長く見えます。これはお好みにもよると思いますので、自分でいろいろ上げる下げるっていうのを肩関節でやるんじゃなくて肩甲骨からどうやって動かせるかな、はい、じゃあ後ろに行ってみようかな、閉じてみようかな、このように考えてみるといいと思います。さあそれではパート4に移っていきましょう。パート4では下から上に上げていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、自分の好みのニュアンスを見つけるためにも下でもこの肩甲骨の6方向というのを前の動画で出していますので、それをいろいろ試しながら自分が好みだなと思うニュアンスを探せると思います。さあそれではパート5です。パート5では腕を出す方向前5と出していきたいんですけれども、ここ相性があって真後ろに出すって両方の腕をこうやって出せないんですよね。ここで引っかかってしまうので、後ろに出す時だけは片方にしていきましょう。ズンツタンツズンツンタンツと、はい、これを左右反対で1回ずつ行っていく、はい、あまり指先は意識せずに前腕までをしっかり意識して持っていくと、前に出す時に肩甲骨はこういうふうに巻き肩にするのが楽に相性がいいですし、後ろに下げる時は肩甲骨をこのように外に回転させてこのように出していくのが相性がいいです。でもダメなのはひねりばっかり優先してしまうとこのように回転が大きくなってしまって後でアクセントを取る時大変になってしまいますので、できれば肩甲骨からいって足りない分だけ補うツイストにした方が絶対いいです。さあそれではパート6に移っていきましょう。パート6では斜め上ダイアグナル来ましたね。そして後ろに向かって斜め下、これをワンカウントで上円下、同じく反対側に向かって下、はい、後ろ系っていうのは両方斜め下だと出すことはできるんですけれども、まずは背面の意識人間苦手ですので片方ずつ練習するということでメニューを組み立てています。ワンカウントずつです。縦のリズムだけ忘れないようにズンタンツズンズンタンツ、自分のお好みに合わせてまず閉じるだけとか締めてみるとかいろいろ試してみてください。それではラスト7パート目です。7パート目は斜め下から斜め上に上げると、はい、柔らかい方であれば両方斜め上に出せると思いますが、肋骨から干渉して動いてしまう人いると思います。下と違ってなかなか後ろに行けない人も多いと思いますので、やはりこれも片方ずついきましょう。下から上、下から上のダイアグナルです。下から上、はい、でちょっと今私こういう風に前後に揺れるような動きをしてますけれども、これだとリズム感見えなくなってしまいますので縦の動きは感じながらやるようにしてみてください。さあメニューの流れは今ので全部終わりなんですけれども、腕の出す方向7方向プラスダイアグナル8方向という題名にしているんですけれども、1個だけご説明していないところがここになります。体側の状態から肘を曲げるだけ、もしくは肘を開いただけ、今回は軌道を必ずどちらかを経由するように意識しています。例えば上から下であればこのように軌道を通ったりとか、前から後ろであれば
ここですね、ここを通ってから後ろに行くようにしたり、構えている時もこの位置で構えるように意識しています。これで腕の出し方、球体上にだいたい45度ずつ網羅していくことになりますので、後で回転の動きとかが入った時に、あ、ここだったらここの感覚が良かったよな、だからこっちにこう肩甲骨を回して上腕と前腕をつけていけばいいんだなっていうことが後々メリットになってきますので、ぜひね、肩甲骨、上腕、前腕の順番で意識をしていくと、そんな風に考えて練習をしてみてください。意外とこういう風に出したポジションによって肩甲骨を吟味してシルエットを作っていくっていうパターンをね、練習している方っていうのは少ないと思いますので、そうすると自分との相性だったりとか振り付けとの相性、もしくは胸のアップダウンとの相性だったりステップとの相性、こういったことで迷うケースっていうのが非常に出てきてしまう可能性が高いので、ぜひね、今回すっごく簡単でちょっと物足りない練習かもしれないんですけれども、各ポジションに行った時にどういうふうにコア部分、肩甲骨をコントロールしていくのかっていうことを考えるいいきっかけになると思いますので、ぜひね、それに取り組んでみてもらって、粘り強く自分のシルエットを研究してみてください。それではメニューの流れ終わりにしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。腕を出す方向の実践メニューはいかがでしたでしょうか。一つ一つは簡単なことでも、数が増えていくとその組み合わせで迷ってしまうということはあるんじゃないかなと思います。特に腕っていうのは日常生活の中で無意識でも器用に扱えてしまう部分ですので、意識を広げていくことで自分の実力を 100% 発揮できる準備っていうのはとても大事な部分になってきます。それでは簡単に復習していきましょう。腕の出し方、7方向を練習しました。8つのダイアグナルまで練習して、それぞれ腕を出す方向の選択肢を増やしました。肘から先までを伸ばすことによってより大きさを表現できます。肩甲骨から腕を扱っていくんだということは忘れないようにしたいです。今回はボディやステップの技術は省いていますが、慣れてきたら胸のアップダウンだったりとかお好きなステップで組み合わせていくと、よりレベルの高い練習になっていきます。本動画、腕の出し方について別動画で詳しく解説もしています。また腕の使い方シリーズとして実践動画を8本、それぞれでどんな技術を使っているのかということを解説している動画もご用意しています。知識の整理のためにお役に立てることと思います。さらにダンスでの腕の使い方、役割や練習時に意識するとメリットにつながるということをまとめた特別解説動画もすでに公開済みですので、全体像を把握したい方にはおすすめの動画となっています。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、そして頻度高く更新もしていますので、ぜひ通知ボタンも押していただけるととても嬉しいです。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。今回のような簡単な練習っていうのは、意識しているかしていないかということで大きく成長に差が出てくると感じます。これまでの私は時間的な制約を理由に肩甲骨の動かし方についてあまり詳しく触れずに指導をしてきたのですが、先日ショーのブラッシュアップをしている時にどうしても腕のクオリティを上げたかったので、肩甲骨から腕の連動について少しね、時間をかけて説明した後に、本動画で実践してもらった内容を練習してもらった後にもう一度作品を踊ってもらうっていう機会がありました。腕の使い方が大きくなった、そして腕の位置が揃ったのみではなくて、ステップまで軽くなったという効果が出ました。またダンサー的には自分のポージングがかっこよく見えるようになったという感覚があったようです。シンプルなことでももう一歩先を知るっていうことがどれだけ大事なのかということを感じさせられた貴重な経験になりました。次回のレクチャーでは腕の軌道について練習していきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。